マイナス33とは、ソビエト連邦で開発された、ターボファンエンジンである。1968年から、SP ゾアートーフが率いる大久部マイナス117で、開発され、1970年代初頭に後に、ミッグマイナス29となる、新型軽量戦闘機のエンジンに選定され、1981年に、生産が始まった。他の候補には、 スマンスキー R-67 から300があったが、3軸とその構造の複雑さのため完成しなかった。RD-33 は2軸式、ターボファンで8000から 9000kg フォースの水力を発揮し、アフターバーナーを備える。エンジンの制御は、スロットルレバーの作動を油圧機械で伝えるもので、作動は、電子エンジン制御ユニットにより行われる。 後の改良型ではバークマイナス88と呼ばれるフォデックとなった。バークマイナス88は様々なモードで動的安定性を提供し高温のエンジン部品のリソースの増加やモーターパラメータ及び管理の品質の精度を向上させることが可能であり航空機に接続する電子ユニットやケーブルのシステムの質量と体積を大幅に減らすことが可能である。また、 搭載により大幅なパフォーマンス及び戦闘能力の向上が期待できることから統一エンジン製造会社では既存エンジンの近代化用としても提案している。バーク -88 は2014年に認定試験を通過して量産を開始し2015年にストリージの機体に搭載されている。エンジンはモジュラー式の設計になっており現地では 複雑な整備を避け分割して交換できるため整備が、容易で、過酷な環境下において、良好な性能を保持でき、稼働率を上げることが可能である。RD-33 を搭載する MIG-29RD-33 は、長年にわたり、開発が続けられ、様々な機種が派生した。最新式は、水力変更のノズルを備えている。 新型の RD-33 シリーズにはバーク -88 デジタル監視制御装置が備えられ診断システムによって修理と整備性が向上している RD-33MKRD-33 RD 一般的特性構成要素性能出展 j r エンジンズクリモフウェブサイトによるありがとうございます